あいつがちょっと反応してるんで、うまくいくか分かりませんけど、ちょっと鹿笛攻防したいと思います。来ましたね。で、ちょっと動いちゃったのは、あ、でも来ました。なんとかあれ取りたいと思います。頑張って、ね、
やりました。鹿笛だ。山はすごいわ。すごいな山って。いやでもちょっとブレた、ちょっとブレました。近すぎて15メートルぐらいだと思いますけど撮れました。でかかった。第3弾もあると思う。よし、いました。でかい鹿。うん、まあでもありがとうございます。まあ血細めだけどね。なくなったかな。よいしょ。お、でかい鹿だ。素晴らしい、素晴らしいです。第3弾、細めの第3弾。まあハーレムのボスじゃなかったからね。最初は逃げられたんだよな、ハーレムのボスの群れにね。メスに気づかれたんだな、あれ上がった瞬間。まあでもこれも一つの出会いなんでね、よかった、取れてありがとうございます。いやいい場所で撮れた、綺麗な場所。あれなんですけど、ちょっとね場所を変えたいな思います。あ、ちょっと逆光でね難しいけど、台は間違いないですね。まだ来てるわ。ありがとうございます。
今ね全部背負ってもうちょっとで帰るとこなんですけどね、めちゃくちゃ重たいですね。ただまあ朝序盤ね転倒して銃も浸水して右足もびちゃびちゃもう浸水しちゃって、まあそんなちょっとこんな最初のスタートがねドタバタしちゃってあれだったんですけど、まあ取れて大満足です。またね、次はねキノコ取り行くんで、あの鹿はちょっとしばらくお休みすると思いますけど、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、頑張ります。バイバイ。